はいどうも、ラリクマチャンネルです。ということでですね、今回、まあタイトル通りなんですけども、なんだ、初心者が、エアガン何買おうか悩んだ時に見てほしい動画ってことで、まあ簡単に言えば、俺が個人的なあれでエアガンを初心者の方におすすめしたいものを選ぶというのが今回の、まあ企画の形になるんですけどもそんな丁寧にいく、まあ簡単に言うとですね、サバゲーを始めるにあたって、銃を何を買ったらいいかなって悩んでる方の少しのね、少しでも、役に立てればなと思ったんで、この動画を撮ることにしました。まあコメント欄でもねすごくいっぱい来てたんで、まあ返していこうかなということでやっていきたいと思います。まずですね、もう自分でねかっこいい銃を見つけてる方、それをね買ってください。パーツがあればね、性能など後からねいくらでも後付けできるんで、自分の好みの銃、まあ外装のねものがあれば、それをね買ってもらってサバゲーで使ってみて、それからねまたカスタムしてもらう、使いやすい風にカスタムしてもらうっていうのが多分一番ね、すごくいい答えなんじゃないかなと思いますんで、もしねこの動画見てる方でもう欲しい銃決まってるんだっていう方いましたら、それ迷わずね買ってみてください。使えないエアガンなんてねほぼほぼないです。調節しちゃえばどの銃だって使えるんでね、ほとんど大丈夫だと思うんで、ぜひね迷ってる方いましたらもう買っちゃってもらって大丈夫なんで、ここでね動画見るのやめてもらってもね全然大丈夫です。で、これからもう一つ大事なこと、ね、このおすすめはね自分個人の、ラリクマ本人の他の人でね、俺と違うのを選んでる人がいると思うんですよ。でもそれはね、どちらの意見を取ってももらっても大丈夫なんで、ラリクマが言ったからそうなんだとかじゃなくて、まあ、他の人の意見もぜひね聞いてみて参考にしてください。まあ参考程度に聞いてもらえればなと思います。まずですね、長物と小物を、分けていきます。まず、長物っていうのはね、アサルトライフル、スナイパーライフル、機関銃とかっていう括りにしちゃいます。今のね自分の中では、まあショットガンも入れてもいいんだけど、だいたいこの3つ、アサルトライフル、スナイパーライフル、機関銃の3つにしたいと思います。まずですね、まああんまりおすすめはしないんですけども、長物でスナイパーライフル、もう俺初めてなんだけどスナイパーライフルすごい使いたいんだよって方多分ね絶対いると思うんです。そういう方にねぜひおすすめしたい1丁だけ選びたいと思います。この1丁が何かというと、東京マルイ VSR10 の G スペックです。これがねすごいいいところはですね、消音効果もねすごく高いです。もう静か、本当に静か、超離れてれば全然聞こえない、どこから撃たれたか全然わかんないぐらい静かです。でかつ、射速もすごく高いんで、もう多分 50m ぐらいは余裕で届くぐらいの形になります。ほぼね調節はいらないです。ホップアップの調節とあとスコープの調節をいじるぐらいで、ほとんどね何もしなくていいんで、G スペックは本当にもうスナイパーとしての活躍はねもう必ずでき、 G スペックは本当に使いやすいです。またですね、街中戦っていうか森とか山の中とかそういう広いステージではスナイパーライフルってすごい活躍するんですけども、でも G スペックって結構長め、スコープサイレンサーもつけちゃうと長めなんですけども、それをサイレンサーを外すとですねすごくちょっと短めになります。普通のスナイパーライフルよりも短めなんで、紫外線とかでスコープを外して普通のドットにしてね、ボルトアクションで突撃するとかでも遊べるんでね、そういう点ではすごく、応用の効く、スナイパーライフルになってるんで、これからずっとサバゲーやる中ではすごく大切なね一丁になると思いますんで、 VSR10 の東京マルイさん VSR10 G スペックすごくおすすめなんで買ってみてください。ということでスナイパーライフルはこんな形なんですけど、もう一つ機関銃はね、いろいろな種類があるんですけども、まあ機関銃好きな人はねなかなか1回サバゲーやって2本目に買うとかそういうのは分かるんだけど、最初の1本でさ機関銃買う人がいないんで、あんまりねちょっと考えつかなかったんですけども、最近ねすごくいい商品を見たんで、それをねちょっとおすすめしたいと思います。クライタクさんのトライデント LMG、 これね機関銃の中だいたい6キロ7キロ8キロなんだけど、だいたい4キロ5キロぐらいであって、まあ軽い方、まあ、マガジンを入れて、そうだね、空のマガジンで4キロだから弾マックスまで入れて、ドラムっぽいこういう、でかいマガジンなんだけど、マックスまで入れて、多分5キロ6キロぐらい、重さでは軽い方だと思います。ましてやね長さが短いんですよね。普通のアサルトとかに比べて短めになってるんで、中距離戦でも使えるんで、本当にね取り回しのいい機関銃になります。で、M4 のマガジンを使ってるんで、普通のノーマルマガジンを刺せば普通に M4 として使うっていうこともできるんで、すごく応用が効くんで、すごくそれはおすすめです。なんで本当にこれはね一丁持っといてもいいんじゃないかなという感想です。トレデント LMG 本当にすごく使いやすいんで、あとハイサイクルみたいな形で結構連射も早いんですよ。なんでだからそういう
とこも見てみて、結構なかなかそれはいいと思ったんで、クライタックスさんのトライデント LMC、 これはねぜひぜひ買ってみてください。はい、次、次もう王道な M4 とか AK とかね、そこら辺になるんですけども、M4AK、 これはね、どちらを買うか結構悩む方いると思うんですけども、好みです。ここに関しては好みです。でなんでね、 M4 欲しいなって方は全然 M4 買ってもらっていいし、 AK 欲しいなって方は AK 買ってもらっても全然構わない、そういう、感じです。でまあ一つだけ付け加えとくとしたら、 M4 はですね、カスタムパーツが、もうえらい多いです。まあメーカーによっていろいろね、カスタムは違ったりとかね、いろいろ種類があります。本当に会社によって全然違う形の違うね M4 があったりするんで、好きな M4 を選んでもらって買ってもらうのも全然ありだと思います。ただそこでおすすめしたいのが、東京マリさんのノーマル電動ガン M4、 次世代電動ガン M4 をガスブローバック M4、 それがそれどれかを買うのがすごくおすすめです。カスタムパーツが東京マリさんすごく多いんですよ。ノーマルの M4 買って、その長さがね、例えば長め、自分から使っててすごく長めだなと思ったら、アウターバレル短いの買って、でハンドガード短いの買って、もうコンパクトにして自分の取り回しのいい風に、カスタムしたりとか、あとはね、自分はこの中距離よりもうちょっと長いのが欲しい、もうちょっと長くてかっこいいのが欲しいって方は、レール長くしてアウターバレル長くして使うっていうのも全然使えるので、本当にね応用が効く、本当に何にでもなれる、銃だと思ってるんで、それはね、これから例えばずっと M4 だから俺はずっとこの形で使わなきゃいけないんだとかじゃなくて、これからどんどん自分の予算を費やしてね、大好きな M4 を作れると思うんで、その点に関してはマジでおすすめです。一番おすすめ、もう一つね、ごめんなさいね、 AK はですね、いろんなカスタムパーツが多いっていうよりかは、いろんなね商品が多いです。短いスタイルのものだったり、あとはドラムマガジンを入れて長くて機関銃みたいなものだったり、あとはね、普通のこれの形でグリップがね、木だけど木のグリップでモスとかがついてたりとか、 あとはねもうガラッと変えてマガジン入れるとこがストックの方にあったりとかね、 AK シリーズね探したらすごくいっぱいあるんですけども、その分ね、なんかこれといったカスタムパーツが少ないんですよね。なんでだから、もし AK を選びた AK が欲しいって方は、一回ノーマル使ってみて、そっから別の行くのがちょっとおすすめかもしれないです。そういう形です。でもう AK 長物特にそういうの関係ないけど、とにかく一丁だけ選びたい、そういう人にはハニーバジャーがおすすめです。だってのもあるんだろう、他のまだ見てないからあれなんかもしれないけど、ハニーバジャーはおすすめ。もう長さも短さも、長さも短さもね、両方とも備わってるシリーズだし、 かつセミオートのキレがいい。本当にこれだけは大切、セミオートのキレがいい。セミオートっていうのは一発ずつ打つ弾のスピードで、まあ、フルオート派の人は全然ハニーバージャーじゃなくていいんですけど、セミオートが大好き、俺大好きなんでね、セミオートが大好きって人はハニーバージャーを買うのがおすすめです。あとは車速とかはね、自分で上げることもできますし、あとバッテリーかな、バッテリーの管理がすごく難しくなっちゃうのはちょっとあれなんだけど、東京マリさんのニッケル水素でもできるんですけども、入りづらい大きさになっちゃってるんで、そういう場合はリポバッテリーを買ってもらうのがおすすめです。でリポバッテリーは使い方がねすごく難しいです。発火しちゃったりとかね、これだけ聞くとおっかないけど、まあそんなにしないですよ。発火しちゃったり膨らんで使えなくなったり、電圧が違ったりとか、いろいろ問題があるんですけども、すごくねリポにすると、普通のノーマル電動ガン、ここにあるやつ全部リポバッテリーに変えるだけで、セミオートがキレが良くなる、すごくね調子が良くなるんで、リポバッテリーにすると。なんでその点ではマジでおすすめなんですけども、取り扱いが難しいってことで、あんまり初心者の方にはおすすめしません。なんで今までニッケル水素でやってきてリポバッテリーにしたいなって方は、これからねいつかリポバッテリーの取り扱いについてみたいな動画をね撮りたいと思ってるんで、まあぜひよかったらそちらの方を見て、まだ出してないけどね、まだ出してないけど出たらね見てもらうと多分いいんじゃないかなと思います。ということで、長物のおすすめでした。もう一本動画撮るんですけども、それがね今度短めな人はね、これからねまたちょっと期間空いちゃうかもしれないけど、動画を出したいと思います。ちょっとね、考えておきますんで、次回の方もお楽しみにしててください。ということで以上、おすすめの一丁でした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。鼻のねここ赤くなってるんだけど、仕事でねマスクしてて圧がすごいんで、ここ筋ついちゃうんだけどね、まあそんなことどうでもいいか。